はい、皆さんこんにちは、ワダルゲルビッシュです。今回はハーツオブアイアンフォー現代モッドロシア編、続きをプレイしていきたいと思います。前回ウクライナと開戦しています。首都キエフ、ここを陥落させて、ウクライナが首都をテルノービリに交代させていますので、今回はここまで進軍してウクライナの全領土を占領していきたいと思います。早速時間を進めましょう。その後の展開なんですけども、欧州大戦の流れに持っていきたいんですが、欧州は当然ながらですね、圧倒的に NATO 派が多くて、まともにぶつかってもなかなか勝ち目がないなというところがあるので、どういうふうに切り崩していくかっていうのはしっかり考えていきたいと思っています。ではまずは、ウクライナをね、屈服させるような流れ作っていきましょう。軍事力ではもう完全にロシア軍の方が圧倒してるので、全く問題はないですね。で、装備品見てもらっていますが、一部ね、一世代前のものをまだ運用中ですけども、最新のものであれば AK-12、これ最新の重火器ですね。さらに戦闘機、これに関しては第 4.5 世代のものを投入しています。海軍、特にね、黒海で今作戦中の部隊に関してはですね、どうしても旧式タイプの軍艦が多くなってしまってはいるんですけども、それでもですね、ウクライナを圧倒するだけの、軍事力、海軍力を持っているという状態です。なので、このまま一気に、ウクライナを屈服させましょう。ウクライナ軍を降伏させることに成功しています。では、首都キエフを含む近隣を占領できるだけ占領しちゃいます。ウクライナ、ほぼ全領土、9割型、我々が占領したという形ですね。事実上、ウクライナという国が滅んだに近い状態です。ウクライナはわずかに1州だけですね。この流れのまま欧州大戦へと引きずり込んでいきたいんですが、まずベラルーシは我々の味方なので、全く問題はないと思っています。ただ国境を新たに接するようになった、ルーマニア、ここは NATO ですね、完全なる NATO。そしてポーランドも完全なる NATO という情勢なので、一旦兵をですね、フィンランド、スウェーデンの方へと向けていきたいと思います。ではフィンランドとスウェーデンに対して宣戦布告の準備をしていきましょう。完全にこの後戦争モードに入っていく、そういう流れですね。欧州大戦へのシナリオを考えているんですが、アメリカ含む NATO との全面的な武力衝突は極力、後にしていきたいので、最新の注意を払いながらですね、部隊の展開と、あとは戦争、戦端を開く相手ですね、これを検討しているという状態です。したがって、研究内容もですね、軍関係のものが多くなってきてます。このまま軍事大国、さらに覇権を取り戻すというね、新たなロシアのストーリーを作っていきたいと思いますね。はい、諜報員ですね、ウクライナに潜入していた美人諜報員の後を継いだ、諜報員、アンナがいたんですけど、このアンナをフィンランドに
これから戦争する対象ですね。そのフィンランドに潜入させていたんですが、捕まりました。これ、救出作戦は行っておきましょう。それとですね、海軍の展開状況ですね。バルト海の方に艦隊を、派遣してあります。バルト海艦隊ですね。ここにはですね、ロシア海軍の空母。これを配置してあります。それに空母を守るバルト海艦隊2として、潜水艦ですね。これを2艦隊、バルト海に配備してあります。では、投獄されてしまったアンナの救出作戦を進めつつ、ご紹介した海軍ですね。これをしっかり運用していきたいと思います。これが空母ですね。ロシアが持つ空母。こんな感じですね。いやー、かっこいいなー、やっぱり空母は。その空母に搭載するのは、艦載機用のマルチロール機、ウィング。これを搭載してあります。4世代目と 4.5 歳、5世代目ですね。それぞれ配置してあります。まだね、4.5 世代目のマルチロール機の生産量が多くないので仕方がないんですが、まあ、この後はですね、このミグ戦闘機の数増やしていきたいなと思いますので、どん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 生産量を上げていきましょう。空軍の主力ですが、これはですね、フィンランドにほど近いムルマンスクに約1000機配備しました。もうこの1000機っていう数が異常な数なんですけど、これがロシア空軍の力ですね。先ほどの空母には30機弱の艦載機搭載して、それでも圧倒的な制圧力があるという話をしたんですけど、このムルマンスクには1000機の航空兵力を用意してありますので、これでね、フィンランド上空を完全に制圧していきましょう。欧州大戦の流れに持っていきたいなんて話をしたと思うんですけども、フィンランドと戦争した後はスウェーデンに入ります。スウェーデンは、まだ NATO 入りしていないので問題なく攻略できると思うんですが、その先ノルウェーはですね、陣営入りしているので、まあ、そう簡単には攻め込めない相手ということになりそうですね。では、今後の欧州大戦に備えて、空母を建造しておきたいと思います。もうむちゃくちゃ大量の鉄を使う空母。これの建造に入りましょう。並行して新型の空母もね、作っていきたいなと思って眺めていたんですけども、これ恐ろしいことにですね、1665日、研究するのにかかってしまうので、まあちょっと眺めるだけですね、かっこいいですけどね。安倍さんが再選してるというニュースも入ってきてます。では、フィンランドに囚われていた工作員、アンナの救出作戦を開始します。アンナを、まずは奪還するところからですね。はい。無事に奪還することができてます。よかったですね。では、引き続きフィンランドへの工作続けます。フィンランドなんですけども、イギリス、ドイツ、そしてルーマニアから独立保証をこぎつけてますね、いつの間にか。これは、フィンランドに手を出すと、漏れなくイギリス、ドイツ、ルーマニアが参戦。それを見て NATO 軍がなだれ打ってくる、まあそういう構図になりそうな予感がします。では、フィンランドに対して宣戦布告します。もうこれはですね、なるべく早く戦いを終わらせる。イギリスやドイツ、それにルーマニアがフィンランドに
軍を到着させる前に戦いを決着させようということで速攻を決めていきましょう。まあ、なんといってもこの速攻作戦には圧倒的な軍事力が必要になりますので、すでに国境に展開していた軍ですね、これを一気に向かわせます。それと同時にですね、ヘルシンキ、ここ首都になるんですが、このヘルシンキに強襲上陸を仕掛けていきます。うまくいくかどうかですね。早速強襲上陸部隊が向かってます。空戦が行われてるな。まあ、フィンランド空軍だけじゃなくて、イギリス、ルーマニア、ドイツも参戦してくるので、一刻も早く終わらせないと、本当に意図しない形での欧州大戦という形になるので、まあ、細心の注意を払っていきます。まずはヘルシンキ。ここに、いきなり強襲上陸が成功するかどうかですね。この状況、この状況です。フィンランドと戦争、そしてアメリカの同盟国であるイギリス、これと事実上の戦争状態に入っている中、アメリカが投資の申し入れをしていきました。かなりクレイジーですね。ただ、なんでこんなクレイジーなことが起きているかというとですね、今、2021年なんですが、アメリカ合衆国、大統領、トランプさんなんですね。これは面白い展開になってきたな。フィンランドの戦い、今ご覧いただいている通りかなり有利には進んでいます。このままフィンランド軍をですね、包囲殲滅していきましょう。ヘルシンキの強襲上陸がちょっとうまくいってない状況です。まあ、これは失敗してしまったとしてもしょうがないかなと思って、この後の戦いに備えましょう。ドイツ軍がもうヘルシンキに到着してるんだな。これによってちょっと苦戦という状態になってますね。ヘルシンキの強襲上陸には失敗してしまったので、これはですねちょっと変えます。ウーシマーというここ軍港あるので、ウーシマーになんとか、上陸して孤立してしまった軍は撤退をしてもらいたいと思います。とにかく速攻が必要なので、ここは速攻で決めていきたい。まだドイツ軍の数多くないですので、これ以上ドイツ軍あるいはイギリス軍なんかが参戦してくると一気に厳しくなるので、まあ、そうなる前に決着させたいっていう意図からもですね、いち早く、ヘルシンキを陥落させにかかりましょう。そのウーシマーにもドイツ軍が現れましたね。いや、ドイツ軍は強そうだなというか、まあ、実際強いですね、今のところで。さあ、ドイツの師団と本格的にヘルシンキをめぐって、かなり激烈な攻防が始まってます。まあ、ただ、ドイツ軍、数が多くないので、このまま行けば、ドイツ軍、モルトもフィンランド、ヘルシンキを飲み込みそうですね。まあ、数の暴力というのは、やっぱり、効きますね。ヘルシンキ陥落させることができそうかな。今ヘルシンキをめぐって大攻防戦が起きてます。ドイツ軍の師団編成の情報が全く入ってこないんですが、まあ、それでも我々の圧倒的な師団数で撃破できそうな流れができてます。もうヘルシンキを完全に包囲しているという状態です。ヘルシンキ取りました。これでフィンランドを降伏させてます。まあ、ドイツ、イギリス、そしてルーマニアとの全面的な戦争になる前に決着つけることができたのが良かったですね。ではこのフィンランドも全部割譲させていきましょう。
では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをプレイしていきまーす。まあ、次の標的は必然的にスウェーデンということになりますね。で、フィンランドに残ってるドイツ軍、まあ、これはですね、不正に我々の領土に侵入している軍だということで、問答無用で撃破しちゃいましょう。